絵版塾へようこそ、絵版デラビーでございます。いかがでしょうか、皆さん。絵版塾でですね、太陽について、または電気的宇宙論について話をしておりますが、太陽の活動は、この前、テレビで申し上げましたのは、黒点はとても少ない時代になったこと、ほぼ間違いないと思われますが、と言いながら、全く活動していないということではありません。フィラメントという現象もありますね。細長い、太陽上にできてくるものがありますが、なんと、ものすごく大きなもの、そういったフィラメントは2月21日に爆発したんですね。とんでもない、現象でしたね。これは、コロナ質量放出と言うんですけれども、大変ありがたいことにですね、この爆発は、これ地球の大きさですよね。この爆発の、場所はですね、地球に向かっている太陽の表ではなく、裏だったんですね。ご存知のように、太陽は回転していますが、もし、この現象は、この21日の4、5日前に起こったとすれば、誠にやばかったんです。本気で申し上げてるんですね。もう19世紀のキャリントンイベント以来ぐらい、このとんでもない現象ね。今、黒点がないから安全だという意味ではないわけなんですね。とても少ないですね、黒点数は。とても少ないだと言いながら大丈夫だということではないというふうに、この21日のイベントで理解できたんですね。私も非常にびっくりしましたね。そんなに太陽は今活動期に入っていない。極大期も過ぎています。そして年にこの、活動は低下しつつあると思えば、いつでもビッグサプライズがあり得る私たちの父なる太陽でございます。本当にほっとしました。裏であったということ、まあ報告ということで、はい、今日の絵版塾のニュースを終わらせていただきます。